通りという通りで振られている旗を見ればナチスが戦争に負けつつあるとは思わないだろう。しかしいじめっ子は怯えている時にこそ大声を上げる。フライジンガー司令官はノバックを殺した。その後奴は俺たちをライオンの巣穴に招き入れたんだ。最初の正式な降伏であり、連合国がヨーロッパの海岸を襲撃して以来のことです。総統は人々に対し、報告を読みましたよ。2回も。興味深い連中ですね。奴らを捕らえたが知られすぎてしまった。このチームについてできる限りのことを調べろ。承知しました。さあ、この件は内密にして直接私に報告しろ。ハイルヒトラー。油断するなよ。ここも今や戦場だ。Ein bisschen schneller, habe ich gesagt. Nanda, この匂いは。二酸化塩素で刺繍を隠してくれる。So, rein, rein. Ich sagte, beweg dich.こりゃ豪華な監獄だな。メジはまだか。ポリーナ、それで地図をこら。ああ、スクローズビーか。予備じゃ。さて、私はリヒター親衛隊隊員だが。うるせえな。ルームサービスなら歓迎だが。お前たちに質問がある。質問で腹が膨れるのか。俺が指揮官だ。話を聞こう。リヒターは初めから分かりやすかった。制服は好意を示していたが、ただの事務方さ。完璧なカモ。3人の警備兵に囲まれ全員武装していたが、まぬけばかりだ。連合国を研究してきたが、こんな変わった部隊は初めてだ。アーサー・キングスリー、注意だ。認識番号25232642。実はな、私は一度だけ総統とお話しする機会に恵まれた。本を推薦されたんだ。偉大な人種の消滅、著者はアメリカ人マディソン・グラントという男だ。総統は彼を絶賛していたよ。マディソン・グラントや、その同類はクズだ。その本によると、極度の緊張や不利な条件の下でもお前たちはかなり耐えられるそうだな。その瞬間、すべきことが分かった。胸骨の右側および鎖骨の下、この人種差別主義者から必要なものを手に入れ次第、そこにナイフを突き刺してやる。計画は具体化していった。俺たちはゲシュタポ本部の地下に監禁されていた。そこはナチスの機密情報の宝庫だった。プロジェクトフェニックスの情報も必ずあるはずで、手に入れるにはリヒターが鍵だった。正直に言って私は、奴は自分が尋問する側だと思っていた。奴を利用するにはそう思わせ続ける必要があった。小綺麗な制服を着た傲慢なナチスは自分の言葉に酔いしれていた。リヒターを騙してプロジェクトフェニックスの情報を吐かせることは困難とは思えなかった。マディソン・グラントの理論が難しいのは、リヒターを殺さないようにとあいつらを説得することだろう。連合国がフェニックスのことを知っていた。将校の中に裏切り者がいる。いや、連中のファイルを用意した。処理してくれ。
不要な者たちと一緒に。キングスリー中尉はフェニックスに言及していました。連合国のプロパガンダでしょう。黒人はチームを守りたがっています。力を証明するために。あんな奴をリーダーにするとは。連合国も必死だな。これが最初の任務だそうです。もう一人の男は死んだと。それは嘘だな。でしょうね。私が吐かせます。他にもチームはあるのか。どうやってハンブルグのことを。テンペルホーフが危機にさらされているのかどうかも知る必要がある。ここに他の問題もまとめておいたぞ。いいか、君に期待しているぞ、リヒター君。承知しました。どうも。では。指は10本残ってる。よかったじゃないか。気遣いはいい。大丈夫だ。ウェイドだが、奴らにバレてる。でもまだ捕まってない。殺されたと言ったんだろう。列車でな。奴らは信じないだろう。だが俺たちが逃げるための時間稼ぎになる。あいつが戻ってくるはずない。ああ、あんな奴が当てになるはずないだろう。女を出せ。彼女をどうする気だ。いいから邪魔しないで。よし。ポリーナ、イグライスネ、ウズナエビショシとモーゼシ。このチームのメンバーは全員英雄だった。俺のデスクにファイルが届くより前からな。しかしあいつらの個性の強さといったら筆舌に尽くしがたい。特にペトロバに関しては。お父さん、私のワンショ。またつけるの面倒なのに。それに焦げちゃうでしょ。せっかく射撃を教えてもらったのに全部無駄。私は治療ばかり。ほら、つけてやる。なあ、戦うことを急ぐな。お前が死んでしまっては元も子もない。でもこの戦いは大事なの。大事なのはお前だ。それにミーシャも。私の全てだ。噂をすれば。おい、いい子でな。いつもいい子でしょ。ミーシャ。うん。それは何だ、空き瓶か。新犬のパルチザンたちを訓練してる。その同志たちは飲んだくれのようだ。これでモロトフを作るんだ。民間人に爆発物を与えるなんて。父さん、心配しすぎだ。顔色が悪いわ。そう言うな、大丈夫さ。兄さんはもう十分飲んだでしょ。バカ、帰る。お調子者。引き返る。二人とも座るんだ。遅刻しちゃう。座れ。
さて、素敵じゃないか。家族揃って朝食だ。爆弾と弾丸、最高の朝ね。なあ、そんな古いライフルを家に持ち込んで大怪我しても知らないよ、父さん。どっちが心配性なんだか。ねえ、ドイツ軍が迫ってきてるんでしょ。そこに行くの？いや、俺は戦力として期待されてないのさ。だから郵便局で新入りを鍛えているんだ。それはよかった。好きで選んだわけじゃない。でも戦える。おい、俺を責めるなよ。やめなさい。二人とも役割を果たしてるな。あ、いいか、奴らが近づいてきたなら必ず倒すんだぞ。もちろんだ、父さん。一人も逃がしはしない、絶対に。まずい、仲間を待たせてた。兄さん、ほらその箱。私たちがいないと兄さんはやっていけないと思う。私たちは救世主だ。本当ね。じゃあ医療テントに行くついでに届けとく。お前は祖国に尽くしてる、誰よりもね。それに私の自慢の娘だ。ありがとう、父さん。やれ。父さんの椅子を変えないとね。いや、これが快適なんだ。もうずいぶん引いてないわ。お前は才能がある。ああ、また聞きたいな。すごい勲章のコレクションね。母さんがな、どうしても飾りたいと言うから。小さい頃の兄さんと私ね。お前たちなら食い止められる。俺が訓練している新入りのパルジザンたちが近寄ってくる奴らを撃退するさ。それを信じてる。頑張ってくれ。ポリーナ、また兄貴のお守り役かい？骨が折れるわ。ポリーナ。何かいい匂いがする。ポリーナ、お宅の分を一気に取ってあるわ。ありがとう。どういたしまして。お父さんがライ麦パンを欲しがっていたからね。でしょうね。後で取りに来るわ。あまり無理しないでね。忘れ物してない？お前は恩人だ。そうね。俺もすぐ行く。私も一緒に行く。うん、そうだ。私は赤軍の誰よりも練習してるし。公園が大きいぞ。ここで敵を作りたくはないだろう。わかった。でも無鉄砲な真似はやめてね。やろうとしても無理だ。俺は射撃が下手だしな。役目を交代するか。俺がその服を着たら生かして見えるし。爆弾作りもいいけど必ず戻ってきて。バラバラになっていても構わないわ。体をくっつけるのはお手の物だしね。イエスマン。また遅れそう。屋根を伝っていかなきゃ。あんなところに登るなんて自殺行為だ。お小言を言うのは落っこちてからにして。さあ行って。わかった、わかった。おはよう。おはよう、ポリーナ。お父さんの足はどう？やっと良くなってきた。ありがとう。ポリーナ、噂は聞いたか？心配しないで。赤軍が何とかしてくれるわ。とにかく気をつけるんだぞ。
トラックが道を塞いでる。向こうへ行くんだ。軍医が仕事の指示をくれるだろう。トラックの反対側にいる。ペトロバ、ペトロバ看護師は最初のテントに向かって。大勢が治療を必要としているの。先に進んで他の人たちと。ああ、そんな。尽くしてる。誰よりもね。それに私の自慢の娘だ。父さん。I'm in dear Jafat. I'm a dear. ラードから逃げて。さあ早く。オーバーシュタイナー、ウィハブダオープブレイカーゲシェンゲフォンデンハレスフォンデワッフェン。探せ、ロシアの害虫どもをあぶり出し一網打尽にしろ。クソったれのナチスども、皆殺しにしてやる。父さん、
父さん。スターリングラードは奪わせん。お前らごときが祖国を奪えるはずがない。腐ったれ。黙っている。スターリングラードは我々の支配下に。お前たちの町が燃えているぞ。赤軍がお前たちを滅ぼすだろう。今に見てろ。じいさん、赤軍の助けは来ないぞ。私の小さなポリーナ。私がついていれば。なあ、ミーシャと仲良くな。
Krieg oder wir statuieren an dir ein Exempel. Hört sie mir nur, Kotti.片付いたな。縄を切ってくれ。ポリーナ、すごい腕前だった。逃げないと。さあ。まったく、お前が死ぬんじゃないかと。兄さんでしょ、捕まってたのは。他の人たちをお願い。ポリーナ、父さんは？父さんはもう。ああ、そんな。ミーシャ。嘘だ。ミーシャ。嘘だ。今は時間がないの。兄さんの仲間を逃がさなきゃ。これ以上ここにいたら逃げられなくなる。そうだな。そうだな。わかった。行こう。ボルガ川に行くしかない。問題はどうやってここを出るかね。兄さん、集中して。どうやって川に逃げるの？こっちに出口が。下水道まで行けば逃げられるんだが、ドイツ軍が広場に陣取ってる。険しい道のりね。物資はある？武器とか使えそうなものは？そういえば、屋根の上に兵士がいたな。無線を持っていた。他にも物資があるかも。よし、そこから援護するから、兄さんは仲間を下水道に連れて行って。ああ、そうしよう。お前はあそこを登れば屋根に上がっていける。そこから屋上に上がれる。手伝うよ。援護できる場所を探すわ。なあ、お
前は俺より射撃がうまいからな。父さんの銃にかけてこんなところであんな奴らにやられるわけにはいかないわ。お前を誇りに思ってるさ。兄さんのこともね。仲間と下水道に行って私は上から援護する。外すなよ。まあ見てて。よしお前たち通りに出たらポリーナに近づけていろ。こっちは無線を見つけた。ポリーナ、屋上に無線はあったか？聞こえるか？くそ、受信できない。お前がこれを聞いてくれているといいんだが、こっちは路面電車の横の穴に隠れてる。お前が攻撃を始めたら下水道に移動する。負けを認めるんだ。アルシナ移動しろ。ポリーナが奴らを引きつける。しかし本当の意味で逃げられるものは、ナチスの兵器に大事なものを焼かれ、俺たちの人生は大きく狂っていった。だから SOE は俺たちに目をつけたんだ。ポリーナの場合、その傷は心の奥底にまで達していた。復讐する運命にあったんだ。
そして彼女はチームで最も強力な存在となる。